はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。封じ修行会いやはい、封じ修行会なんでもう一回言ったんだよ。いや、なんかもう言ってくれるかな、なんか言う人なのかなと思って、この後じゃあお前の封じ修行会にちゃんと順応した封じ修行会を返すっていうのはやってますか、毎回。その後言ってくれなかった。いや、1日1回ですね。あ、1日1回1動画1回です。あ、そうだ、あんまりちょっとずっとやっちゃう。封じ修行会うっ、やっちゃったよ。やるじゃん。やっちゃったよ。やれるんじゃないか。エリアです。はい、エリアです。はい、はい、まあ、エリアをね、やっぱ勝てるようになるってのはすごく大事なことだと思うし。小村のタイミングかな。ああ、まあそうだね。島根は特にしかも強い武器ですよね。あと、やっぱエリアとしては。住んでるから前出るとこは出なきゃいけないし。まあ編成見てという感じでしょうか。潜伏。基本でも前。いや、全部言ってるじゃん。それ全部よ、もうスプラトゥーン。もう初動はでも入れてほしいわ。初動ボンピッチャー。富士さん初動入れない癖あるから。オッケー、ちょっとそれ意識します。ミートします。はい、はい、さあエリアですよ。なんか封じ修行会エリア久々な気がする。お、もう一人。あ、島根、島根、相手も島根。さあ最初初手入れるかな。遠投気味に入れていいね。遠投気味に入れたもん。エリアに投げるってよりは、その敵を倒す、敵がこう引くとこにボムがあるような意識で入れてあげた方がいいかな。特に初動エリア、こういう、なんていうのかな、ギュッとしたエリアの場所は。ちょっと飛べる。あ、飛べないか。飛べる。そのエリア別に塗んなくてもいいかな。そのあのここで確保しないと。ペナルティつけて確保しないと、試合的にやばいっていう時はエリアに投げたいんだけど、今みたいな初動とかはエリア取るっていうかは右見ましょう。うん、倒したいよね、どっちか。ナイスです。命でかいね。右に潜伏しててもいいしね。うん、降りてくるからね。こういうのをね、仕事させないように。あぶね。降りてるならやりたいけど、さあボムラ入れたい。いい。右降りてるなら右倒しに行けるようなボムラを投げたい。右いない？あれ？右し、ああ一瞬だ。うん。ごめんなさい。ナイスナイス。邪魔くさいな。左から行ってもいいかな、こういう時は。ほら、左、そうそうそう、あ、いいね、いいね、いいね。今、マップ見て、敵の位置分かって、カバー入れてあげる。あー、でも敵のカバーも。まあでも、行動としては良かった、今の。手首が。行動としては良かったっすよ。マップ見て、味方が、こう、あ、なんかちょっと左詰めそうだなっていう時に、リスから戻ってる自分が左回ってあげるっていう。うん。まあ、あそこ降りないで、上から、こう、食い棒投げたり、射線出してあげるだけでも、だいぶ相手としては、厳しい状況になるんで。それでもいいです。さあ、富士山だけ。気づいてねえな、これ。気づいてるか。ここ行きなきゃダメっすね。で、次の味方の。あー、ちょっと早いかな。ここ味方はこの小村、使えるか。いやー、ここなければだったね。これね、もう、ビーコンで場所バレてるんですよね、左。まあエリアってこういうルールだよな。はい。まあ今のは、はい、味方3落ちした時点で即返りするか、うん、まあ敵が左ファンとかから詰めてないようならもっと引いてボムラちゃんと合わせてあげないと。うん、ボムラちょっと早かったかな。早かったか。うん、多分使えないでしょあれ味方。そうだね、もうちょい、もう同じラインぐらい来た時ぐらい投げなきゃいけない。そうそうそう、投げないと効果発揮しないよね。いや、ちょっと迷ったなぁ。あと初動はあんまりエリアにボムラ投げなくていいです。ああ、そうなんだ。うん、敵倒すボムラ投げてください。なるほどね。敵が入りたいところに投げて、あと入れなくして後ろ引く場所とかね。なるほど。うん、遠投で投げる。ちょっとそこを意識します。はい、初手ボムラは、いや、ほんとにボムラって肝だから。うん、さっきの3落ち味方がした時点で、あ、うん、このボムラちゃんと使わないと負けるぞっていう意識持っといた方がいいです。
なるほどね。あれ、富士山の動きで勝つ、どうなるかっていうところだったから。逆転もできたかもしれないと。うん、全然あった。ミュートいたします。はい。よし。はい。また安住。うんうん、前行きたいの多そう。塗りは出してあげたい。そっからのボムランマジで弱い。絶対やっちゃダメ。これマジで弱いです。なんでかっていうと、投げれる位置が左置くと敵高しかないから、これは弱いです。正面から投げましょう。ゴムラッシュ、ここに入る。あー、ナイスナイスナイス。チームでもう初動から正面押してね、正面からもボムラ投げますっていうみたいな作戦立ててるなら全然いいんですけど、ノラであそこに多分投げても何にもなんないです。やっぱりボムラは個数より投げる個数より投げる位置をやっぱ意識してほしいですね。そこはまずい。適当に投げた雑な位置にある2個より、効果的な1個の方がやっぱ強いですからね、効果としては。うえぇ、入っちゃう、多くないね。他の人には引っ張ってもらって帰ってきてもらうが正解かな。多分場所もバレてるし、キル取れないと思うんだよな。うん、そうですね。はい、ああいう時はね、ノバ帰りで。敵高に引っ張るか、飛んで帰るかした方がいいですよ。味方に飛ぶと。絶対死んじゃいけないね。そう、絶対死んじゃいけないです。ここを確保したいよ。近い。よし、よし、よし、よし。左ファン押さえたい。左ファン押さえたい。あ、右も気になるけど、左ファン押さえないと全滅します。誰かしらは絶対左ファン見てください。味方が見てないなと思ったら絶対自分で見る。キル取りに行く。ここ強っ。エリアに留まってるとエリアってインク垂れ流しされやすいんで、今みたいな状況は早く動いた方がいい。早く静か。はい、ここも左ファン見る。左ファンからなんかスペシャルとかで突っ込まれると逃げろ、死にます。みんなで行かないと負ける。それ行くなら行きたかったな今の。さあ、ここでボムラ走らないと。やばい、ここできるか。ここはしてくれた。キル取りたいですね。キルが全く発生してないんで。うわー、やられたかー。見てなかった。はい、まあ、キル取るのかエリア確保するのかみたいなバランス、とやっぱりボムラに集中しちゃって、ボムラ投げてる瞬間、まあそれもみんななんだけど、でも周り見えてないから、そうね、そこかな。あと左ファンから絶対敵入れちゃダメだから、ね、あそこが一番の要か。あそこ崩されるでしょ。あそこから入ってくるでしょ。敵右奥、右のあのなんかブロックみたいなところから飛んでくるか、ね、左のファンから入ってくるかでしょ、味方が左ファン見てないときは絶対見なきゃいけない。入れちゃダメ。入れたら終わります。もう
はいはいはい、あそこから入ってくるやつはちゃんと倒す、はい、そう倒しつつ右も見て、うん、ゴムラをタイミングよく吐くが打開でやりたいこと。なるほど、うん、一応ラインを揃えるは意識はできたんで、ちょっとそれプラスで。そうだね、いや難しいね。アンチョビは難しい方なのかな。味方が倒しに行こうとしてるのは積極的にカバー入れた方がいいですよ、うん、アンチョビは。じゃあもう前行っちゃったならもうちゃんとカバーしてあげる。うん、そうね、難しいな。難しいっすよ。 あと初動左からボムラ入れるのあれクソ雑魚なんでやんないでください。わかりました、ま、真ん中で溜めて真ん中に投げます。絶対やっちゃダメあれ、あれ無駄ボムラです。あれ気をつけます、はいはい、よし、ミートしました。はい、右塗ろ、右、右を塗ります。できればマップ見て敵が右から来てんのかとかも確認したいね、本当は。やりにくいよそれ。そう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 、あ、いいじゃんいいじゃん、もう一枚いる、それやろう。引いてもいい、もう遅いね、ワンテンポ引くのは。逃げれるか、逃げれるか、逃げれたけど、うん、ワンテンポ遅いですね今の。ああ今の絶対無理だから引いてよかった。か、相打ち持っていくか。落ち着いて溜めて。ピッチャーでゆっくり高い。オッケー。あー死にたくないけど前にも行きたくない。オッケー。これ行っちゃった。ああ右でもない。まあね、急にこうやって降りるとね、クリアリングが前から敵いるよ。飛ばない方がいいんじゃねえか、飛べるかそれ。うまい人ならボムで倒してたりする。今一応血に落ちなんで、あれこれ、ね、いやー焦った、うん、左側見てますね。あー順番にやられてる、入るね。間に合うかこれ、間に合わねえんじゃない。うん、うん、まあ今のも左パン見れてなくて、はい、あそこか、はい、あとまあ焦ってボムラ入れたから右クリアリングが潜伏されてる。いや投げてから気づいたわ、あ2人しかないっつって、うん、あれよくないな。まああと初動とかもマップ見て敵来てる位置確認したいっすね。いる方に投げるねちゃんと、うんうん、特に上さんがボムラ入れた位置は右から最速で突っ込んでくるとインク届く位置に敵来れるんで。あ、なるほどね。せめてインクが伸びているかどうか、一番右から。うん、うん。は、マップ見て確認したいかな。オッケー。いるかいないか見て、はい。スペシャル貯めながらマップ見れるでしょ、さすがに。まあ、そうか。開く癖つけた方がいいですよ。安全な位置でスペシャル貯めてるときは、マップ開く癖つけてください。オッケー、はい、その癖つけます。ミートします。はい。アンチョビー、骨が。あかんかぜ。ガンガゼも貯めたいので右側で貯めましょう。右でた、まあ、貯まるか。うんうん、ああ取られちゃったな。この辺でマップ開きたいんです。最初はあんな早く開いても、うん、敵どっから来て、右側見てくれてる味方が。そうそう、マップ見ると味方がどこにいるかとかも分かりやすいですからね。やられてるってことは右から来る可能性もあるよ、うん、そういうのが分かるからね、マップ見てみます。いやーあんないっぱいいると思わなかった。ちなみに右はシールドとか、射程長い武器じゃないと正直そんな強くないんで、まあ前の動画で俺が若葉使ってたと思うけど、俺もカウンター気味に動いてたから、ああいうの覚えてほしいな。右行くなら右から回ってくるやつを
倒してから右前出るみたいな。風船がいい。あそこ潜伏しちゃった。はい、リッターに見られてるんだよこれ。リッターだけ気にしたい。うん、あーなんだそれ、何ボムラ。なんかちょっと自分が危なくなったから、なんか垂れな、なんかうんこ漏らしちゃったみたいな。うん、さすがに。うんこ漏らしちゃったみたいなボムラしましたね。キュッキュッキュッ。うん、ナイス。飛んで飛ぶ。前です。に落ち、前行こう。ダート96。打ち合いっていいっす。うわ、ダメかー。いやー、やりたかった、今の。ごめんなさい。今のはまあ、クリスさんの水だと思います。それは、うまくなってるかな。で、あの人も多分死ぬんで、はい、打開っすね。よくダメ。あー、バッカー落ちちゃった。こういうミスはね、なくしたいね。うん、まあ、あれ、手前の二人でやるとか。ナイス。はい、そこ、飛ぶとリッターに抜かれる可能性あるんで。敵にリッターいるときは飛びます、気をつけて。思ってるより抜かれます、リッター。ボムラ入れていい。右奥とか見そうだけど、クリスに行く。倒しに行くと。ね、入んのかいそこ。ごめん。もらえるぜ。遠投で、遠投でエリアに投げた方がいい。止めないと、まず、うん、で、倒すの。やれない、それは。いや、当たらん。倒したいね。全然倒せてないね。いいね。逃げる。ぐらいで、そうね。エント、そっからエント。あ、取れる。で、うん、いいね。あ、最後の1個めっちゃいいけど。わあ、いいじゃん。そこ取りたい。そこ取りたい。倒すか、そこ取りたい。いいね。塩高取りたい。やる。それもやりたい。オッケーオッケー、ナイスナイス。で、引いてリードでもいい。引いてリードでもいい、これ。やるよ。リードは取りたい、絶対。手前だな。で、これリード取れないのマジ寒すぎる。オッケーオッケーオッケー、いいねいいね。うわぁ、変な方向見た。ナイス。ゴムラ貯めて、終わり。前出てもいいか。いいか。あ、危ない。よし。危ない危ない。はい。左のボムラ良かったね。あ、左のボンピッチャー。うん。リッターに抜かれないように。うん、めつつ、はい、うん、正面高にいる敵も見つつ、うん、村入れるのはあらよか。途中で完全に前行こうってなったんだけど、それは、うん、別に前に行くのはいいと思いますけど、ただ前行ったらやっぱ前行ったの仕事しなきゃいけない、はいはい、まあそうだね、うん、前で倒さないといけないちゃんとね、うん、それがねやっぱまあでもそれもで やっていい武器なんだもんね一応。そうだね、そうなんか例えば味方に武器ではある、うん、52とかギガルがいてもその前に行く、うんうん、一応判断としては最後は前に行くにしました。うん、あ、まあいいんじゃない、はい、倒してたし結果出してるから全然それは問題ないと思う、うんうん、なるほどね、うん、ちょっとそのねスイッチングでもスイッチングっていうか自己判断だけど割とあの途中で考え変えるはできるようになってきた。あ、本当。なんか結構あーもう味方光栄ばっかだから前行こうとか、うん、あー味方強いあの寿司とかここにいるから後ろめだなだけじゃなくて、うん、ってのはできるようになったと思います。
あと初動なんかずっとマップ開いてんのあれもあれでダメなんで、来る位置だけ見れりゃいいんですよ。なるほどね。自分が、うん、あと、3秒後に敵と接敵する、はい、3秒後ぐらいに敵のインクが自分の目の前に来るだろうなぐらいの時ぐらいに見れば、敵のインクってもう大体もうそのエリア付近まで伸びてるんで、うんうん、それを見てこの辺にいるなって目星つけるでいいんですよ。マップ開いてマップの後ろでギリギリ見えてる状態で濡れじゃなくて、いや別にそれやっていいけど効率落ちる、絶対ハマる効率も落ちるし、めちゃくちゃ難しかった。味方のインク被るし、そうだね、そのマップを見てろって話じゃなくて敵が来る位置を確認してほしいって話だから、うん、はいはい。だからマップ開いても危険じゃないとこは積極的にパッと開いてパッと見てっていうのをやるとね。そうそう、もうパッパーでいいね。そのずっと開いてるのは意味ないから。なるほど。じゃあそこら辺を少しずつやっていきますので、はい、はい、ぜひ皆さんも応援よろしくお願いします。はい、お願いします。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録お願いします。